本当に追い込まれた時にやってほしいことをそれを話します僕はこれまで2回死のうと思ったことがあります1回目は小学校の時、ね、空気読まれへんこといっぱいやってみんなにいじめられて嫌われて友達がいなくなって誰も話してくれないいつも一りぼっち蹴られて悪口言われてその時に いじめてるやつに復讐をしようと思って死んだらあいつら苦しむそう思ったから死のうと思ったそれが一番いい方法やと思った2回目サラリーマン3年目の時何のために働いてるか分からへんでも毎日いっぱいいろんなキャンペーン施策ノルマをやらないといけないでやりたいこともないし自分が心から 信頼できる尊敬できる心を許せる人がいなかったでも結果を出さなければここから出ていかなあかんでここを出ていったら会社を辞めたらもうそこは谷底で人生が終わり負け犬この世の中にはたった一つしかレールがなくてそこから一歩でも踏み外したらもう全てが終わりそんな環境の中で生きていて うつ病になりましたそしてもうその時に死のうと思ったこれが本当に人生で一番つらかった時もうその時は、うん、もう死ぬことしかなかったで見えなかったもう真っ黒で死ぬっていうことを選んだ瞬間から全てが始まる光が戻ってくるっていう,もうそれ以外に選択肢がなかったっていういやあるとしたら このまま苦しんで、この辛い状況で死ぬまで毎日過ごすのか、それとも死んで楽になるのか、このどちらかを選びなさいこの二択しかなかった。だから、これ以上もう苦しみたくない俺は、死ぬという選択、終わらせるという選択が第一候補やった。もう死ぬこと以外に人生をリセットする方法はない。死んだら全てが終わる。 もうそう思ってた全てが終わるから終わんねんこの苦しみもこの悲しみもこの真っ暗なも終わるだから死んだらいいんちゃうかってその時は思ってたやりたくない仕事からも解放されて自分を否定する尊敬できへんあいつらからも解放されて真っ暗な絶望からも解放されるそしてまた生まれ変われるそれやったら死の終わらせようそういうふうに思ってた 25歳社。社会人3年目。いや、死んではいけないって言うよ、みんなは。うん。死んではいけないって終わりやから。分 <laughs> かってんねそんなことは言われなくても分かってる。無責任なこと言うなよって。でも、この先な、生きていても何もないんだ。見えへんもうどこに繋がんねん、この道。分からんねんやったら、何もない世界を、この先、力使って、 頑張ったとしてもそこに何の意味があんねん無意味な無意無駄やだから終わらせるそんな考えが頭でいっぱいあったそのボタンも見えてたそのボタンを押したら死ねるっていうボタンも見えていた寝れなくて動けなくて頭止まってたでその時に もうどうしようもなくなって死ぬことさえできなくなっていや気力がなくなって動けなくなった <laughs> 死ぬことすらももうできない状態になったねもう終わりやなと思ったからもうとりあえずこの抱えているものを全部吐き出そうと思って神に頭の中の全てを書いた思いつくままぐちゃぐちゃのまま書いて書いて書いて,書いて,書いて 書き殴った見えへん。誰もわからん見える。見えへんでもいいと。とにかく書く。出す。軽くする。そのために書いた。そうすれば、あ楽になった、うん。少し頭で考えられるようになって、少し動けるようになった。ちょっと客観的に自分を見えるようになって。で、その時にわかったことがあった。それは、 俺が今死にたいって思うのはそれは生きたいと思っているからなんやってただなんとなく生きるという人生を求めていない求めているのは自分らしく 生きること誰かに縛られて、公正せい、あせっていう人生じゃなくて、そのまんまの自分を表現して生きること、幸せになること、それを本当に求めていて、それが強くて強くて強すぎる、そして、それができない現状、なんとなく生きている現状、その現状が耐えられへんから、 だから死にたいと思っているそれが分かった精神科の先生が俺に言った「生きたいという気持ちが強ければ強いほど人は自殺する」たった一度の人生を最高の人生にしたいと思ってる俺は自分で選んで自分で決めて生きた証しを何とか残したいと思っている だから、それができていないし、この先もできる見込みがないから、それやったら生きてる意味がない。この無意味な人生、そのなんとなく生きてる、ただ息吸って吐いてるっていうだけの人生はもう耐えられへんし、そんなんに意味は意味なんかつけられへんから、それやったらもう無終わらせようと思ってた。だから俺は死にたいと思ってたっていうこと。それが分かった。俺は死にたいんじゃなくて、生きたいんや。 終わらせたいんじゃなくて、もっともっと楽しく自分を表現して生きていきたいっていうこと。それが分かったよ。本当に望んでることが分かったよ。それが光になった。死ぬことが求めてることじゃなくて、生きることを求めていたということが分かった。うん。だから俺は、ある決断をした。その決断、それを、それをね、 伝えたくてこの動画を撮ってます今回死にたい今死にたいと思っているそんなあなたに自殺をする前に人生を終わらせる前にどうしてもやってほしいことがあるそれがオカッチ俺が伝えたいことやそれを伝えるためにこの動画を撮ってるだからこっから最後まで聞いてほしいこれは 精神科医の先生が俺にくれたメッセージ、うん、当時うつ病真っ最中の俺は仕事を休むことすらできなかっただって休めば全てが終わると思ってたから空っぽやったけどなんとか奮い立たして仕事に行ったそして俺の仕事は皮肉にもうつ病の薬の情報を提供する MR お客様は精神科医の先生や。だからある日俺は聞いた。自分が悩んでることとは言わずに友達から相談されたこととして先生に聞いたんや。ある友人に死にたいと言われました。どうしたらいいですかと精神科医の先生に聞いた。俺は先生が言う言葉を相手に伝えるっていうふりをして 完全に自分のこととして聞いてた先生はこう言った「逃げろ逃げろ逃げることを選べる」だから「逃げろ」あなたはいつでも「 逃げることを選べるこう言ったうんいや確かにそうやなって思ったうんものすごく光が見えたちょっと光を取り戻してた時にそのメッセージが入ったから「俺が求めてることは生きることやって思った生きるためにどうするたらいいのかって探してた時に逃げてもいいってことを言われたから」 だから、逃げるために、抜け出すために、頑張ろうって思えた俺は、その時に。力が湧いた。頑張ることが、頑張られへん人ももちろんいるよ。その頑張ることがいいことか分からない休むことが必要な時もある。でも俺はその時は、頑張る力を手に入れかけてた時やったから。だから、逃げるために頑張ろうと思えた。人の人生っていうのは、なんやろ、ロールプレイングゲームのようなものみたい。 ロープレイなんかいろんなことを経験して苦しいことも楽しいことも辛いことも腹立つこともいろんなことを経験してレベルアップして楽しく幸せに生きるためにそのゲームをやっているそのために僕たちは生きているとそしてそのロールプレインゲームでも敵と遭遇したら戦うか逃げるかを選べる もちろんね、ゲームを壊した、壊すこともできるし、リセットボタンポチッと押してゲーム自体を消すこともできる。でも、戦うか逃げるかを選ぶこともできねそう、逃げるという選択肢があるということ。仕事から逃げる。住んでる場所から逃げる。家族や友達から逃げる。うん。 逃げたことで別にそこから何かを学ぼうとしなくてもいい。自分がどうだったか、その選択が良かったか悪,た悪かったかとか、それを決めなくてもいいし、点数つけなくてもいい。何も学ばなくてもいいし、反省なんかもいらん。考えなくてもいい。ただ逃げる。その場所から離れる。そこ、そして新しく始める。俺は仕事のメンバーとうまくやっていこうっていうことから逃げた。 もうええわって逃げたそして仕事を辞めることを決めた仕事から逃げたもうそしたら本当に人生変わったもう誰にも比べられなくなった誰にも評価されなくなったもう勝たなくてもいいし別に負けてもええ自分のペースで自分のやりたいことを進められるこのレールかたった一本の レールやと思ってたいい大学に行っていい会社に行ってそこで出世するそれが人生の唯一のレールやと思ってたそこから一歩で持ちたら谷底でお前は終わりやとだからレールにしがみついてでも後ろから突き落とされないように常に気を張って力を振り絞って生きてきた止まったらあかん1枚にならなあかん全速力で走らなければいけないでもそのレールから 逃げたらそこはう大地やった。行きたいところにいつでも行ける。疲れたら 休んでもええし、自分のペースで自分がやりたいことをできる。そんな大地やって谷底なんかなかった。このレールから踏み外したらあかんっていう、まさに平均台みたいなよ,ようなもんで、その平均台で落ちたらあかん、落ちたらあかんって、不安になって心配になって恐れながら生きていくっていう、そんな世界やったけど、そこから一歩踏み外したらそこは大地で、谷底なんかなかった。 メールから外れたら自分の人生が見つかったストレスもなくなって不安もなくなってうつ病からも解放されて治ってそして楽になった楽しくなったそのままの自分を好きになれた肯定できるようになった逃げる逃げるそうだからあなたが最後 本当に追い込まれた時、そしてどうしても死にたいと思ったら、これだけは試してほしい。逃げる。もう仕事から逃げる。住んでる場所から逃げる。付き合う人から逃げる。やらなければならない。そんなことから全部逃げる。苦しめてる全てのことから逃げる。幸いこの日本には生活保護っていう制度がある。もう仕事しなくても、お金稼がなくても、餓死することはない。 で人間っていうのは環境の奴隷やから。環境が変われば、全く違う人間に生まれ変わる。今、あなたがその状態なのは、その環境にいるから、その環境に合わせて、今その気持ちになっている。だから、環境を変えたら、新しい自分になる。うん。だからとにかく、逃げよう。悲しいけど、 今めちゃくちゃ苦しんでいるあなたの気持ちを完全に分かってあげることはできへん。でも、これだけはどうしても伝えたい。僕はあなたに死なないでほしい。あなたに生きてほしい。この YouTube ではあなたが あなたが生きていてよかったって思える力を手に入れるための方法を生きていて嬉しいって思えるそんな方法を紹介したいと思う力不足なことはあるかもしれへんけどそれをするために俺はこれからも生きるって決めた一人一人が ありのままの自分を肯定して最高の自分を表現するそのための方法を紹介したり全力で配信したりそういうことをやっていくために俺は命を削っていこうって決めただからこの YouTube であなたの声をもっと聞かせてほしいそしてあなたの誓いになれたらそれは本当に嬉しいことやなと思ううんまあ、うまく伝えられたかわからないけど それではさよなら